本当に確かなネタなんだろうな。ここまで来といてまだ疑うわけ？そうじゃねえが、ちょっと話がうますぎないか。警備員が希少なガニメデゲリウスを横流し、取引は今夜。現れるのは密輸で手配されている昇級官とその一部、そいつらを一網打尽と。ね、簡単なお仕事じゃない。だがな、うまい話には必ず裏があるんだ。ないわよ、裏なんて。どうも嫌な予感がしてならねえ。左に同じ虫の知らせってやつか。あんたたちってお金嫌いなわけ。300万ウーロンだったっけ、そのなんとかってやつの賞金。パトリック・ジョンソン44歳、金製品、それも生き物専門のブローカーよ。300万か。確かに今の俺たちにとっちゃ喉から手が出るほど欲しい金だ。はいはい、くちゃべってる時間はないわよ。嫌ならビバップに戻って留守番でもしてなさい。その代わりもちろん賞金は私が独り占めするとさ。ああ、わかったわかった。好き勝手やられて賞金を不意にしまったら元も子もないからな。決まりだな。裏口から逃げられたら笑い話にもならねえ。ここは二手に分かれよう。じゃあ俺はこのまま行くわ。面倒なのは性に合わないんでね。いいだろう、俺とフェイバーは外から回り込む。いいわね、雑魚は無視よ無視。狙いは300万。ああ。よ、夜遅くまでご苦労さん。ああ、なんだてめえは。通りすがりのカーボーイ。何？うわっ。働きすぎは体に毒だぜ。Come on!
Huh?
どうだい、かなりの上物だろ。何しろここの水族館は太陽系一だからな。確かにいい物だ。これなら高くさばけそうだ。じゃあ取引成立だな。ええ、約束の借りはこれだ。またよろしく頼む。買い手はいくらでもいるんだ。焼き魚食わせる店は多いからな。誰だお前。用があるのはそっちの旦那さ。何？パトリック・ジョンソン、あんたの首にかかっている賞金が欲しいのさ。くそ、賞金稼ぎか。逃げろジョンソン。お前には用がないって言ったはずだぜ。同じことさ。こいつが捕まりゃ俺も刑務所行きだ。すまねえ、恩に切るぜ。うわ、なんだ、おう、やってくれるね。余裕ぶっこいてねえで後ろを見てみな。相手はたった三人で、やってしまえ。これでまともなディナーにありつけそうね。それにしてもド派手な演出だったな。何の話だ？いや、だからさっきの爆発さ。何言ってんだ、お前が仕掛けたんじゃないのか？俺が？冗談だろ。ちょっと待って、なんか聞こえない？ん？おい、まさかさっきの爆発で。そのまさかみたいだな。逃げろ。一体どうしたってんだ。俺が知るか。Oh, my God.
お前ら。あら、奇遇じゃない？おい、ジョンソン、さっきの爆発、お前の仕業か？知らねえよ。クソ、何もかも水に流されちまって。とりあえず、こいつをお金に変えちゃいましょう。この曲、どこかで。おい、また妙な厄介者を拾ったんじゃないだろうな。疲れた。まったく頭が痛いぜ。館内の清掃と破損箇所の修復、逃げた魚の捕獲、一体いくらかかるんだ？そんなことより、なんか食うもんないか？腹ペコなんだ。腹ヘリヘリ腹腹キリ。スパイク、大体お前がもう少し済んだことを悩んでも仕方ないさ。そうよ、あんまり悩むとハゲるわよってもう遅いか。ふん、揃いも揃ってお気楽な居候どもめ。出ていく金の心配をするより、入ってくる金の夢でも見ている方がいいさ。そうそう。お金なんてもんはね、稼げばいいのよ、稼げば。そういうこと。できんのか？稼げんのか？そこで黙るな。はーい、お時間ですよ。太陽系30万の賞金稼ぎのみんな、お待ちかね、ビッグショットの時間だ。今日も最新情報をバッチリお届けするわよ。今日は賞金首が集まってるって情報だ。うっそ、賞金首が大集合？ところがどっこい、本当の話さ。それも一人や二人じゃないぜ。安いのから高額なやつまでずらーり勢揃いだ。ちょっとしたお祭り騒ぎね。ほら、こいつを見てくれ、ジュディ。
わあ、すごい、よりどりみどりの大儲けよ。全員捕まえたら一体いくらになるのかしら。多すぎて番組じゃ紹介しきれないから、詳しいことは手配書を見てくれ。グズグズしてると誰かに先を越されちゃうわよ。見たか。見たぜ。見たわよ。俺たちにも運が回ってきたな。そうよ、とにかく一刻も早く。にゃ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 。ほら、静かにしてなさい。大事な話の最中なんだから。にゃ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 。まったく、これだからか、緊張。にゃ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 。あんた、どこでその曲を。どうした？ほら、水族館で見つけた曲よ。そうだったか。さあ。にゃーにゃー。どこで覚えたの？宇宙ネットでエドが見っけた。50年前の有名な音楽なんだって。おお、ナズメロってやつだな。ダイヤモンズ。歌ってるのはプリッシーラ A。 そうです、最近ね、大大大ヒットしてるんだよ。スパイク、お前知ってるか？いや、全然。ジェット、あんたは？俺がヒットチャートに興味があると思うか？それもそうだな。50年前の歌。さてと。おい、スパイク、着いたら起こしてくれ。起きてると腹が減るんだ。相変わらずのんきなやつだ。よ、詐称なりとも施しをいただければ御身に幸せが訪れよう。施しね。いや、何、ほんの10,000、いや5,000ウーロンで結構。悪いが俺も腹ペコなんだ。こっちが恵んでもらいたいくらいさ。おいおい、坊主が寄付を断られて舌打ちか？うるさい。貧乏人に用はない。とっとで行け。そっちになくても、こっちにはあるんでね。うん？カーボーイか。嫌だと言ったろ？ああ、そうだな。そのまま警察に行くか、2、3発殴られてから行くか、どっちかだな。どちらにしても警察行きか。まあ、そうなるかな。
夢